あれる？皆さんを連れてくるわ。わかりました。抱くようなことをされてはいけませんから。ああ、しかし父親であることは確かなようだが。はい、問題ないかと。嫌なら飲まなくてもよろしいのに。わかっている。洗練された所作、天女の笑み、弾丸となった弱い24の男、それが人種なのだ。そのうち本当に不能になりますよ。孫がもう一人生まれました。孫って上の息子の方か？ええ、あなた様と同じ19です。早く孫を抱かせてください。努力する。今日もまた素敵な衣装ですね。ありがとうございます。先の帝の幼児趣味を嫌悪している今の皇帝は、産んだ皇太后はその十数年後もう一人子を産んでいるためにないがしろにされ、結果アードゥオヒは子宮を失い、もしその時の子が今生きていればさっさと次の東宮をこしらえてしまえばいい。実は月の満ち、すなわち妊娠の可能性があると。皇宮内は男子禁制、名前も聞きたくないあれと変わられたのだろうか。どちらにせよまた毒味役子が入ってきたと思ったのにねえ。